悪いな諸君、俺は一段先へ行く。皆さんこんにちは、週末です。久しぶりに動画撮っててちょっと恥ずかしいんですが恥ずかしいってか、もうこの表紙で恥ずかしがってる場合じゃないですね。さて今回はこちら、女神マガジンデラックスということで、まあなんか前にも同じような動画出した気がするんですが、こちら女神マガジンボリューム38ってことなんですが、まあ、通常のねアニメ雑誌である女神マガジンとは別で、まあ、いろんなね過去のイラストだったりとか、まあ、特別なねアニメのこういう半径っていうのが分かんないんだけど、まあ、お宝なねこの写真というか画像がね載っている雑誌ということで、もう懐かしいよねグリッド版が。まあ、最近ねブルーレイが発売されたんですが、こちらねもう皆さんね見た瞬間もう買ってたと思います。買ってたつうか、うんってね、もうツイッターで、もうなんて画像を見た時に僕もね、あ、もうこれやべ、書店早く行かなきゃと、売り切れる前に買わねばならんということでね、急いで全速ダッシュで買ってきました。水着でね、もう最高でございます。で、ここでは水着について語るだけで終わる動画ではないんですが、まあ、グリッドマンといえばね、まあ、僕も何個か動画を出しまして、まあ、グリッドマンユニバース、総集編とか、まあ、ダイナゼロのやつとかね、いろいろ見てきたんですが、もうそれも昔って思うとね、でアマプラでね、公開されまして、その、なんていうの？映像の方。アマプラで公開？まあ、アマプラでね、その、普通に、なんていうの、対象として公開されまして、で、さらにブルーレイ円盤の方もね、発売されたということで、で、円盤買うかを言っててね、まだ買ってないんですよ。ちょっとどうしようかなってね、悩んでる部分があるんだけど、めちゃくちゃいい作品なのでね。で、今回、まあ、グリッドマンの、まあ、新規のね、こうやってイラストがね、載ってるってことで、でもこれをね、ちょっと皆さんと一緒に楽しんでいこうじゃないかという動画でございます。で、完全未開封ですからね、もちろんね。まあ、別に未開封に意味があるわけではないんですが、やっぱね、誰にも読まれていない、立ち読みされていない本が、僕はね、最高ということで、こうやってね、ビニール付きを、探して参りました。本当だったらね、アニメートとかでポイント付きをね、ポイント付き？ポイントが付く感じでね、購入したいんだけど、それはまあ贅沢ってもんなんでね、たかが数ポイントのためにね、新品、まあ、普通にも新品売ってるんだけどね。では、ちょっと話長いね。飛ばします。ゴー！このさ、二つのイラストもさ、まあ何回も言ってることであるんだけど、めちゃくちゃいいよね、本当に。もう何回でも言えちゃうんだけど、いいんすよ。本当にね、めちゃくちゃいいよ。まあ制服姿、まあ学生がね、主人公なので、こうやって学生、高校生だっけ？中学生？高校生か。まあね、本当に、まあガマさんとか学校行ってないんだけど、めちゃくちゃね、青春を感じます、ということで、いいね、これ本当にもう最高だよ。で、もう動画だからね、テンション上げていきたいんだけど、ね、久しぶりなもんで、ちょっとテンションどうやって上げればいいかわかんないから、頑張っていくね。もうたわわな果実が大豊作と、深い意味はないかもしれないんだけど、グリッドマンユニバース、まあ特集ってか多分イラストのあれだよね、本当に。でほら、目も心も癒される女神様が盛りだくさんだって。あ、まあ、当然ね、あの、グリッドマンだけではなくて、いろんなね、作品もね、載ってるということで、まあ、我らが五等分、ガルパン、で、まあ、アズールレーン、カノカリとかね、アイマスとかいろいろ載ってますが、こんな感じでね、いろんなラインナップが、もう知らないアニメがね、ないです。まあ、タイトルだけ知ってて、まあ、見てないっていうのもあるんだけどね。あ、もうほら、UFO も載ってんじゃんね。91点だって。で、永久保存版でさ、皆さんもぜひ買ってね。なんだったら僕もね、もう一冊読まないよ。保管用で書きたいんだけど、さすがにちょっとそこまではね。では、皆さん、一枚一枚めくって、行くわけにはいかないので、ちょっとね、チラチラと見ていく動画でございます。こんな感じでやってる、あ、僕もちろんまあ初見ですから、まあ、さっき開けたからね、当然なんだけど、続、女神コレクション2023。そうだね、やっぱ過去の一応既存のイラストとかも入ってるんだけど、あ、この立花もね、表紙飾ってましたね。あ、やばい、やばい、皆さん、左、いや、ち、大丈夫これ見せて。いや、もういいね。同じイラストではないんだけど、ほら、似たちょっと、なんていうの、立ち位置っていうかさ、茜と立花がね、言ってね、ゆめちゃんと、まあ、こうやってね、立花がいて、今、名前が出てこなかったね、立花って一回言っておいて。チョコレートとかなんかちょっとお菓子モチーフ、がっつり水着だけどね、表紙もまあ水着なんだけど、まあほら、いろいろあるじゃん、水着のさ、柄だったりとか、形とかだったり、だいぶ際どいのさ、これ動画今上げてるけどさ、大丈夫かなって今思いながら撮ってます。で、それぞれのね、まあ、かねちゃんがめちゃくちゃスタイルがいいんすよ。グリッドマンの上半身担当って呼ばれているあれで。で、下半身担当でしょ？ダイナゼノンの方はちょっとわかんないんだけど、まあ、そういうタグがね、あるらしいっす。タグというかね、なあの言葉がね、こんな感じで、まあ、グリッドマン、やっぱグリッドマン表紙飾ってるだけで あって、噛んじゃった。グリッドマン表紙飾ってるだけあって、やっぱ、しょっぱなね、グリッドマンから飛ばしてきますね。目次みたいなのはないのかな？裏にあるのかな？あ、姫とか載ってますね。いいね。だから本当に全ての雑誌集めてる人は別にね、これ持ってなくてもね、多分見れるんですよ。まあ表紙はこれ限定だと思うんだけど、裏面から行く逆に。あ、これも見たことがありますね。あ、
ダメじゃない、大丈夫これ。じゃあ4回ぐらいめくろうか。それでねちょっと楽しもう。ほい。お、これはね、あ、 UFO じゃん、いいね。クミコちゃんもいいね。ツインテールがめっちゃいいね。アンサンブルコンテスト、こんなシーンなかったけどね、なかったけどいいね。ブルーレイもさ買ってないっていうか、もう全部の作品買えないじゃん。でこっちが私のユリはお仕事です。これもね録画してたんだけど、もうちょっと見れないと判断して諦めてしまったやつですね。いや、クミコ最高っすね。いや、クミコはね黄色いいね、明るい色で、レイナが、まあ、ちょっと大人っていうかね、まあ黒い系のね、青系のなんだろうね、まあ、チョコレート垂れるよって感じでやってんのかな。ちょっと解説してると長くなっちゃうね。ではほい、あ、5等分きましたね、まあ、全部が水切ったわけではないんですが、これもあれだね、僕が前に出した動画の表紙飾ってたね。いやいいね、もう5等分ずっといいじゃん。さで円盤書けなかったんだけどさ、あの水着の夏休み編、あのイベントのさ先行申し込み券ついてくるから悩んでるんですよ。いや、もうチケットのためだけに買うべきか、そう買ってもさチケット当たるか分かんないからさ。いやまあね、そんな話は置いといて、まあ、いちかの私服姿ということは、次のページはニノの私服姿が、あー、いました、私服じゃないけど、あ、なるほどね、いいね、これもいいね、表紙飾ってたやつ、あーいいね、こうやってね単体で見れるのいいね。このねミクちゃんが最高なんですよ、この着物和装めちゃくちゃいいじゃんね。これ書いてあるよ、ほら詳細が、詳細書いてなかったわ5等分の花嫁しか書いてなかった。めちゃくちゃいいでございます。そこだ、あ、いいね、もう全部いいねしか言ってないけどね。これお隣の天様にいつの間にかダメ人間にされていたけ、これね2割止まってるんすよ。電撃文庫のあれしはラブコメでしょ、めちゃくちゃ見たいんだけど、ちょっとね難しいんすよね、やっぱ全部見んの。いやもう見たいね。これはね、お姫様っていうかドール系の服っていうのかな、これはなんかほんと運動とかする感じのね帽子かぶってね、こういうさ、まあ、なんて言うんだろうな、地雷系っていう言葉が好きじゃないんだけど、なんかそういうおたさの姫みたいな、合ってる言葉間違ってたらごめんねなんかこんな感じで、あーいいね、いいよみんな、影妖術、妖術じゃない、影の実力者になりたくていいっすね。あーアトミック、アトミック、アトミック、すごいってね。 いいっすね、ベータちゃんですね。先輩の名前ごめんちょっと忘れちゃったけど、あ、シャドウガーデンって書いてあるよ、シャドウガーデン、いいね。あ、もうほら放送時間書いてる、そうまだね2期見れてないですよ、もう4、5話6話いっちゃってんのかな。いやもう見ないとね、いやもうめちゃくちゃいいからさ、ちょっとめくりすぎがこんな感じで載ってますね。で今やってるアニメのやつもちょっと載ってまして、この中でね見れてるものはね1個もないですね1個もないけど録画はしてる、シャイも撮ってるし、これもね16ビットセンセーションだっけ。いやもう見たいんだけどね、ゲームを作るやつでしょ確か、昔の時代に戻って引き込まれ、あ、もうフリップサイドもね僕も好きなんすよね、フェーズ3、まあ推しは南條さんなんだけどね、推しっていうか本当になんだろうな、まあ全盛期ってわけじゃないけど、やっぱ追ってたのは南條さんです。でもねフリップサイド自体が好きなので、曲がねすごい好きよ。で馬娘とかまあいろいろ載ってますね、いいね。あと2回ぐらいにしとこうか、もう引っかかっちゃうか、もう消されてるかもこの動画、はい、もう見ましたこの画像せーの、はい、あ、これは分かんないな、アイマスはね分かんないのよ本当に。シャイニーカラーズとかさいろいろあるじゃん、今も映画やってるしさ、全ねちょっとアイマス自体が分かんなくて、サイド M のエピソードジュピターだけ見た、第0話かな、なんでそこ見てんだよってね。じゃあ次ラストいくか、せーの、ここら辺にしときます。お、やばい、もう分かんない、ちょっとわかダメだね、全部分かんないから反応しづらいね。アズレンですね、こちらもね名前は知ってるんすよ、まあ、ゲームやってないからさ。水着やっぱあれだね、盛りだくさんですね。こんな感じでパラパラっとめくると、こんな感じで水着盛りだくさんだけど、水着にとどまらずいろんな作品がいろんなコスチュームで載ってるということで、あ、このスバとか見たかったけど、ちょっと後でじっくり見ます。これね、この中にまあ好きな作品があってね、これはあるんじゃないかなっていう期待込めて買うのもね、まあ、博打じゃないんだけどね、いいかもしれないですね。で裏面がねこんな感じで、これもちょっとわかんないね。最近さ、いろんなアプリだったりとか、まあさ、VTuber だったりとかさ、ゲームとか出てるじゃん。全部追い切れんのよ。追い切れないんですよ、本当に。いや、もうでも、この表紙だけでも買う価値ありますから、皆さん。大体こういうの Amazon とかで普通に発売してるときは買えたりするんだけど、ね、その一定の期間が過ぎると、まあなんだろう、プレミアというか高くなってしまうので、皆さんもぜひね、あ、もうこの水着はたまんねえなという人は、ぜひ買っていただければと。いいのか、それで。ね、まあ、1300円ぐらいかな、1320円ということで、まあ、少々お高めになってはいるんですが、
ぜひね、もうほんと永久保存版として楽しめる雑誌となっています。もうすでに楽しいから、全部見てなくても。ので皆さんもこうやってね、盛りだくさんのこのほんとユニバースですよね。もう何がとは言わないけどさ、表紙がユニバース、もう最高なんだったらもう文字邪魔だよねってね、言ってやりたいぐらいなんですが、まあそこはね、まあ文句を言っても仕方ないので、文句というかちょっと無粋というかね、いやもう本当にめちゃくちゃさ、いいよね。推しはあかねちゃん、ゆめちゃんとりっかちゃん、どっちが上かって言われちゃうと難しいんだけど、そうなんですよ。ゆめちゃんがね、水着のね、表紙の雑誌があったんですよ。アニメージだか女神マガジンだか、それね買っとけよかったってね、思ったりね、思わなかったり、いや思ってます。はい、では皆様、こんな感じで何が伝わったか分かりませんが、水着が大好きな男子たち、水着が大好きな女子たち、グリットマンユニバースが大好きなオタクたちは、こちらをね買って一緒に楽しんでいこうじゃないかという動画でした。たわわな果実が大豊作、サムネどうしようか、ちょっと難しいですね。はい、では皆様、ここら辺でね、ちょっと久しぶりの動画だからさ、いやもうね、上げてはいるけどさ、なんて言うんだろうな、こうやって声なんか今ガラガラでさ、なんかちょっと自分じゃ納得いってない部分もあるんだけどね、なんか喉の調子がいい時に撮るとかそういうのじゃないから、撮りたい時にね撮る系で僕は言っているので、あとはまあなんか恥ずかしくない時、恥ずかしくは別に恥ずかしいことしてるわけじゃないんだけど、はい、話が長いですね。では皆様、こちらね、急いでこの動画を見て、全部見て、書店へ行って、アニメイトへ行って、買ってみてください。あったら皆さんもね、感想をね教えてくれると嬉しいです。じゃあ最後にね、あれで、あれで締めようと思います。あれってなんだ、決まってんだろ、合体だじゃなくてさて、じゃあ皆さん、もう繰り返しになっちゃいますが、ご視聴ありがとうございました。グリッドマンユニバースは不滅だ。